はい、最新後半での最大の争点となっていたのは検察が袴田さんが犯行時に着用していたと主張する5点の衣類の血痕の色です5点の衣類はこちら事件から1年2ヶ月後味噌タンクから発見され血痕の赤みが残った状態でしたそして15回にわたる最新後半でも双方法医学者が証言を行うなど争ってきました最終的に今年5月検察側はこちら 5点の衣類が1年以上味噌に使っていても赤みが残る可能性はあると主張し在籍は誠に重大だとして袴田さんに死刑を求刑しました一方弁護側は5点の衣類は犯行着衣ではなく袴田さんのものでもない袴田さんを犯人にするため捜査機関が捏造したもので袴田さんは無罪であると主張していましたそしてきょう静岡地裁が下した判決は無罪です 判決の理由で袴田さんを犯人だとする証拠に3つの捏造があったと述べています1つ目は取り調べ検察の取り調べ調書です自白は肉体的精神的な苦痛を与えた取り調べによるものだとしましたそして5点の衣類についてはタンクに1年以上味噌漬けにされた場合には赤みが残るとは認められず発見直前に捜査機関がタンクに入れたと認定しました さらに袴田さんの実家で発見されたズボンの共布についても捜査機関により捏造されたものでありいずれもこの事件の証拠とすることができず袴田さんは犯人であるとは認められないと判断理由を示しました。はい まあの無罪判決ということですけれどもえとまあこれは言ってみればその最新、裁判のやり直しが決まった段階でまあ,ある程度こうまあ予想された範囲というふうに言っていいかとは思うんですがこの理由、ですねあのこのこの表現の仕方と言っていいかもしれませんがまあ被告人、袴田さんが本件犯行の犯人であるとは認められないと判断したまあこの判決を聞いて若狭さ,さんはどのように感じますか、はい、あの判決文をもっと詳細に見てみないとなとも言えないんですが、はい。はい この犯人であるとは認められない、はい、という表現というのはです、ねはい、必ずしもいわゆる真っ白無罪だ、はい、ということを意味するものでない。はい えー、っていううのはは実務的には我々はそう考えるんですよね、はい、ですから、むしろ、えー、犯人でないと認められるとか、はいはい、判決文でそこまで、えー、積極的に認定するんであるとすればこれはいわゆるもう全くの無実だということの判決だというふうにはなるんですがあ犯人で、えー、ないと認められるというところまでではなく表現が犯人であるとは認められないと。はいはい いううになっていうこと自体が今回、判決裁判所のスタンスとして、はいえー、無実というところまで積極的に認定していない可能性もあるのかなとただ判決文よく見てみないとわからないんですが、はい、ただです、ね、まあ、少なくとも弁護側にとってみるとこれは画期的な。 あの判決だと思うんですよね、はい、自分たちの主張をす,すごい認めてもらってるし、うん、で裁判所も今日ですね冒頭の方で3つの捏造ということを強調してるん、はい、ですよ、ね。はい、だから3つの捏造造というのを聞くとですねこれは完全に無実、はい、真っ白無罪じゃないかなというふうに思えるような雰囲気だったんですけれどその先ほど言ったように犯人であるとは認められないという表現ぶりからすると。うん 必ずしも真っ白無罪冤罪だというところまでスタンスとして持っていない可能性もあるかなという感じました熱臓という言葉がですが、ね、非常にインパクトがあるので,で、ね、最初の方で出てきたのであそこまで、えー、踏み込んだなというふうふに思ったんですがこの熱臓の中にもです、ねえー、と自白調書。えーまあこれが <coughs> まあ、そもそも長書が任意性を欠いて証拠とすることができないから職権でこれを排除する、まあ、これは割とよくあるパターンだと思うんですがだからこれを捏造だというのをちょっと踏み込んだ表現だなと思うんですおっしゃる通りで、はい、まあ今までいっぱいその長書の,その任意性って,て証拠能力がないというところは指摘されるケースが多々あるんですけどそれが、要するに捏造だというところまで結びつけるというのはかなり異例だと思うんですよね。 ですから少なくとも今回確定判決でずっともう調べを最高裁まで行っている時にはこれが捏造だというような認定というのはもう一切されてなかったのが今回初めて捏造だという言葉を長所に使っているということ、はい。はいはい だからその意味においてはもう3つの「捏造」ポンポンポンって捏造捏造、捏つ造,造ということですから聞くを我々としてはこれは裁判所は相当ねもう無実そのものでしょうとは冤罪でしょうと言わんとしているのかなと思って。 たど、はい、その辺がどうなのかはもう少し聞いてみないと分からないし最後の裁判所の要するに謝罪が何だったのかというところも結構ポイントを見る分析できるんじゃないかと思います,、はいそ,うですね、そしてここであの裁判長のポイントが入ってきていますね、国公子裁判長は裁判の最後に涙ぐみながらこちらです無罪判決だが検察は控訴できる岩尾さんの自由の扉は開けた。 しかし、閉まる可能性がある裁判所として時間がかかり申し訳ない有罪か否かは裁判で決まる真の自由を獲得するには時間がかかる秀子さんには心身ともに健やかに過ごしてほしいと述べました。